先週幕開けした2018シーズン J リーグ、山梨中銀スタジアムにとっては今日が今シーズン最初のゲームです。2018明治安田生命 J2 リーグ第2節、ヴァンフォーレ甲府対東京ヴェルディの一戦をお送りします。ではホーム甲府の先発メンバーです。予想フォーメーションシステムは 4-1-4-1 を予想しています。ゴールキーパー鎌田、ディフェンス右から湯沢、新井、今津、松橋、アンカーに島川、2列目右から堀米、佐藤、小塚、リンス、ワントップ、金園というメンバーです。新システム、新戦力がどのように機能するか注目です。では代わってアウェー東京ヴェルディのスターティングメンバーです。予想フォーメーション 4-3-3 です。ゴールキーパー上福本、ディフェンス右から田村、井林、畑中、奈良場、中盤逆三角形の底には内田、右に渡辺、左に梶川、フォワードは3人、右から藤本、左がビニエロ、トップがビエイラとなっています。どっちが使いましょう。17番の金園です。右に渡って7番の堀米、今シーズンから7番を背負っている堀米、シュートを放つ、クロスバーの上、いいですよね、このようなプレー、堀米の特徴でもありますよね。はい、オープニングシュートは甲府の堀米勇気です。頭で落として前に送る、いいですよ。リースがマイボールにして、逆サイド17番金園が走って手を挙げています。2人に囲まれたリンス、切り返して自らシュート、リンスのシュート、枠を大きくする、これがありますからね、はい、やはりリンスは 2,3 人をこう引き連れて、突破してシュートまで行けますからね。カウンターに移れるか、甲府ここは大事にしながら佐藤からシュートまで持ってきたいですね。右のサイドフリーで7番の堀米が受ける、前を向いて切り返してパスを選択、2番の湯沢、クロスが入る、ヘディングシュート、キーパー正面、いや今いますね、はい、ゴール送りましたし、そこに入ってきたのが佐藤ですよね、はい、26番の佐藤和弘、ヘディングシュート、今本当流れに乗った素晴らしいカウンターだったと思いますね、はい、ここはヴェルディです。右サイドからクロスが入る、フリー1対1になるが倒れますが、ファウルはありません。ロングボール一発でいきなり1対1というシーンでした。ただこう攻撃です。ヴァンフォーレ7番の堀米、ここもね、湯沢がオーバーランチに行く、クロスが入る、ヘディング、このプレーですよね、金園の一番得意なプレーですよね、はい、身長184センチあります金園、17番の金園にボールが入ります。背負う形で島川、リースが前を向く、島川と金園はエリアの中、リースが左サイドのスペースを狙いました。クロスが入る、金園へ、今のもね、金園らしい入り方で、ね、はい、相手がいたんですけども競り勝ちましたよね、この強さはありますね。逃げるボール正面、セカンドボール狙っていった、クロスバーの左上、いや前半もあったんですけども、前半は吹かしてしまいましたけど、今はね、はい、抑えが効いてあとわずかっていうところだったんじゃないですかね。佐藤和弘のシュート、前に送って大きくサイドチェンジ、ならばかわして佐藤、右足のクロス、ファーサイドヘディング、林が高さありますからね、J1 自動昇格となった年間2位チーム、勝ち点の平均はおよそ82、まあ、単純計算でも42試合のうち30試合近くの勝ち星が必要になるわけです。クロスが入る、ゴール前ヘディング競ったところ蹴り出しました。強さありますよね、ビエイラですよね、今アラよくカバーしましたけども、はい、一回競った後にまたバランス崩さずにボレーシュートですからね、ここ、はい、そしてサポーターの待つ前でコーナーキック、ヴェルディです。逃げるボール、
セカンドボールシュート弾いている。川田を抑えました。裏を狙う前に出てきた甲府はパフォスを走らせましたが、ここで長い笛。0対0、共に両チームともにゴールネットを90分間揺らすことはできませんでした。